Japan produce wine? Really? Yeah, really. They don't know. They don't know. Yeah, Japan really. Wine is here. Pinot is the only reason to be in, like, to make wine in Hokkaido.フランスの品種を植えたからっつってフランスと同じようなワインができるわけじゃないと。あんまり過度に農薬を使ってここの土地の味じゃなくて僕の味になってしまうという手作業の方がやはり機械と違って一つ一つ個性が出てくる、まあ、自分のこれからの、作りはもちろんですけどそれをどうここに落とし込むのかで誰もが作れる、まあ、僕はできれば誰もが作れるワインを作っていきたい。やっぱりワイン作りっていうのはやっぱりブドウ作りが基本だっていうふうに考えているんですね。今年よりかも来年、来年よりかも再来年っていうように少しずつ一歩ずつ美味しくなっていけるようなワインを。日本で飲みたい、日本のカベルノ飲みたい、メロロ飲みたいっていうふうに慣れるように。You know, the customers, if the customer says, wow, it tastes so good, then I'm so happy. That makes me very happy. Not only myself, but all of our staff. Vraiment, le vin, c'est la vie.